今日東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は5396人でした。先週の金曜日から1372人減り、11日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の5396人で、先週の金曜日から1372人減りました。 直近7日間の感染者数の平均は5709人で、前の週と比べて78.1%になっています感染者を年代別に見ると、20代と30代がいずれも最も多い996人で、65歳以上の高齢者は333人でした重症者は昨日から1人少ない14人で、重症者用の病床使用率は5.3% 全体の病床使用率は23.4%です。また、40代から80代の男女9人の死亡が確認されました。